日チャンネル燃費計測バトルだ。 K の K 橋、これから二人にこの車、日産ルークス、この車に乗って燃費を計測してもらう。ルールは簡単。計測した燃費がより良かった方の勝利だ。そしてよりエコな運転をした方にはクマが選ぶおすすめスイーツをプレゼントだ。今回は景品がかかってるからな。本気でエコな走りを見せるんだ。ケイハシ、意気込みを聞かせてくれ。ケイノさんに絶対勝って美味しいスイーツをいただきます。では高校の K の意気込みを聞かせろ。エア長のおすすめスイーツ、先輩として K 橋くんに負けるわけにはいきません。本気で頑張りますよ。よし、では先行は K 橋だ。行くぞ。早速一周目を走り始めるぞ。福日チャンネル燃費計測レギュレーションでは、一周約10キロのコースを2回走ってもらう。一周目はエンジンを温めるための予備運転だ。この一周で K 橋にコースの感覚をつかんでもらおう。そして2周目の本番では本気のエコ走行を試してもらうぞ。 K 橋、目標の燃費はリッター何キロだ？リッター20キロを目指します。一周走ってきました。これから燃費計測アタック本番行ってみようと思います。今回の計測レギュレーションなんですけれども、エアコンの設定温度24度、風量は最低にしてあります。ここで燃費情報をリセットします。リセットしました。ではこれから本番計測行ってきます。今回乗っている車は日産ルークスハイウェイスター G ターボ 4WD になります。軽橋的低燃費走行ポイント、その1、発進はじんわりアクセル。どうしてじんわりアクセルが燃費向上に貢献するかと言いますと、アクセルをじんわり踏むことでエンジンの回転数を抑えることができます。エンジンの回転数が抑えられることでガソリンの消費量が少なくなりますので、燃費向上につながることになります。軽橋的低燃費走行ポイント、その2、減速の時には早めのアクセルオフ。赤信号で止まるとき、一時停止で止まるときなど、早い段階でアクセルオフをして、無駄にエンジンを回さないようにしておくことで、燃費向上につなげることができます。また、早めにアクセルオフをすることで、ブレーキの準備もしっかりできますので、安全運転にもなります。軽橋的低燃費走行ポイント、その3。自分が運転している前の車の状況を見て、それに合わせて早めのアクセルオフを心がけることで、ポイント2と少々重なりますが、燃費向上につなげることができます。
ここから長い下りになっていきます。現在時点で平均燃費 13.0、 ここから下り坂を降り切ったところでどこまで伸びるでしょうか。長い下りを降りてきて今街中に戻ってきました。現時点での燃費情報は平均 16.5 キロになりました。これから平坦な街中の道になっていきますけれど、もっと燃費を良くできるようにアクセルワーク頼りで頑張っていこうと思います。もう少しで計測のゴールになってしまいそうです。私が初めに宣言した目標平均燃費は20キロでしたが、少し雲行きが怪しいです。厳しい。さて、ゴール地点に到着しました。結果発表です。結果は 17.3km となりました。目標数値の 20km には到達できませんでしたが、圭野さんに負けないことを祈ります。以上、低燃費走行バトル軽橋編でした。次は高校の圭野さんの番です。どうぞ。では高校の圭野が今日走っていくぞ。だが今回は圭野と軽橋別日に撮影をしている。前回の軽橋は雨の中の走行だったからな。だが今回は、見ろ、晴れとは言い難いが雨は降っていない。これは圭野に有利な走行になるかもしれないぞ。では今回も福日チャンネル燃費計測レギュレーションに従い、まずは1周目を走ってもらっている。この1周でコースの感覚を覚えて、そしてエンジンを温めておくんだ。圭野には前回の圭橋の計測結果は伝えていない。実は圭橋にも計測を始める前に目標の燃費を聞いてみたんだ。圭野、目標の燃費を言ってみる。私は普段あんまり運転をしなくって、運転が得意ではありません。なので普段の運転からふんわりアクセルとゆっくりブレーキを心がけています。そう考えると目標は17キロぐらいですかね。なるほど、圭野の目標は17キロだ。今回はベア町からの水圭橋さんに前回のクイズ動画を負けてしまったので、勝敗は1勝1敗。今回の勝負は絶対に勝ちたいです。いい心がけだ。では間もなく一周が終わるので、本番走行に向けて集中力を高めておけ。福日チャンネル低燃費走行バトル、今回は
絶対に負けませんよ。早速スタートしましょう。の前に車に表示されている平均燃費をしっかりリセットしますよ。バトルスタートです。ケイノの燃費アタックが始まったぞ。今回もケイハシと同様に1周10キロ程度のコースを走ってもらっている。そして福日チャンネル燃費計測レギュレーションに従い、エアコンの温度は24度、風量は最小に指定してある。まもなく市街地走行が終わり、ここから上り坂に入っていくぞ。ケノ、現在の平均燃費を教えてくれ。現在車両に表示されている燃費情報は平均で1リッターあたり 18.8 キロです。ケノ、なかなかいい数字を出せているんじゃないか。これは結果が期待できそうだ。レア長、どうした？この車さすがターボがついているグレードなだけあって、坂道もスイスイ登ってしまって楽しくなってきます。軽自動車とはいえターボ付きともなると坂道も余裕だな。ターボがついている車はついていない車と比べてしまうと燃費の面では少し不利になってしまうかもしれませんが、坂道でもスイスイ登る車、快適に走りたい方にはターボ付きの車がおすすめですね。坂道を登り終えて、まもなくコースの中間地点だ。ケノ、ここまでの燃費、リッター何キロ？車に表示されている平均燃費情報は1リッターあたり 15.3 キロです。上り坂で燃費が一気に落ちてしまいました。でもそれはきっと軽橋さんも同じなはず。普段からこのコースに馴染みのある私が負けるはずがありません。長い下り坂の区間だ。この区間でどれだけ燃費を伸ばせるかがこの戦いの肝になるはずだ。そろそろゴール地点です。今の燃費は私が想像していたよりもずっといいですよ。これは軽橋さんに大きな差をつけて勝てるかもしれません。では気になる燃費の結果はこの後すぐ。福日チャンネル低燃費運転バトル、
私ケイノの結果はデデン、1リッターあたり 19.9 キロ、目標は17キロだったので大きく上回ることができました。せっかくなら20キロまで行きたかったところですが、仕方ありません。目標を上回ることができてとっても嬉しいです。今回特にカタログ燃費以上の数値を出した。ベア長はてっきりケイノは口だけでろくな燃費を出さないと思っていたんだが、どうやら思い違いだったらしい。燃費バトル結果発表の時間だ。先行のケイノ氏、リッター何キロで走ったかケイノに教えてやれ。私はリッター 17.4 キロで走れました。ケイハシ 17.4 キロ。ではケイ、お前は何キロだった？私はリッター 19.9 キロ出しました。 19.9 キロ。日産ルークスハイウェイスター G ターボプロパイロットエンジン、燃費計測の結果はリッター 19.9 キロ、ケイノの勝利だ。勝者のケイノには後日改めてクマがおすすめするスペシャルスイーツをプレゼントするぞ。勝者のケイノ、ケイノ氏へ一言くれてやれ。日頃私をちょっとバカにするケイハシさんですが、こういうところは絶対に負けません。思い知りましたか、先輩の実力を。ケイハシ、何か弁解はあるか。いえ、負けは認めます。ただ今回のバトルを通してケイノさんのことが少し嫌いになりました。ケイノ、後輩に嫌われる先輩の図がここにできてしまったな。まあ、ケイハシは今回雨天時走行というハンデを負っていた。次回の対決ではお互い環境もイーブンになるといいな。今回の計測の中ではやはり雨の日は燃費がちょっと落ちるかもしれない、そんな結果も見えてくる有意義なバトルであった。次回の動画もお楽しみに。